題できた？まだ。マジで自治協議会って分かんなくない？なんかそもそも自治協議会について調べてくるって難しくない？マジ課題がさ、マジ終わらないよ。いやマジもう最悪なんだよ。私優等生キャラで行くつもりだったのに。よう、そこの困っている大学生。なんだこいつ。新潟市西区の特産品である新潟スイカをモチーフにしたキャラクター、スイカの親分だ。スイカの親分。今日は君たちに西区自治協議会について教えてあげよう。覚悟しろよ。なんかお前すごい偉そうじゃん。文句言っても課題は終わらないぞ。いいのか？しょうがない、ここは従っておこう。くそ、分かればいいんだ。そもそも自治協議会って何？自治協議会っていうのは、新潟市が地域のことは地域で考え地域で解決するという住民自治を進めるために、市民と人が共に地域のまちづくりや課題に取り組むために各区に設置された組織なんだ。おおむね小学校区を単位に組織されている地域コミュニティ協議会の代表や公共的な団体の代表として、商工会、NPO、西区では新潟大学や新潟国際情報大学から教授だけでなく大学生も、そして公募で選ばれた区民が参加しているよ。西区では36名が委員として活動しているんだ。まだピンとこないな。具体的には何やってるの？月に一度36名の委員が集まる本会と、担当分野ごとに少人数で構成する部会に分かれて会議をするよ。部会に分かれることで、さまざまな地域の課題についてバランスよく検討していくことができるんだ。部会での検討をもとに、時には課題を解決するために主体的に事業に取り組むこともあるんだ。イメージできない。どんなことしてるの？例えば日頃から防災に関する情報に触れ、災害時に正しく対応できるように、災害時の対応の要点が書かれた携帯することのできる防災カードを作って各世帯に配布したり、幅広い世代が健康に長生きできるように講演会を行って啓発したり、区の魅力的な特産物や観光地を PR するために、その情報をみんなが普段目にするカレンダーとしてまとめて配ったりしているんだ。俺はそのカレンダーで生まれたんだ。この事業は委員が自分たちで考え提案してるんだよ。また地域の課題にきめ細かく対応して効果的に解決するために、ノウハウを持っているような団体から手段を募集して、提案した団体とともに取り組むこともしてるんだ。いろんなことをして区民のために頑張ってるんだね。でもさ、どうして自治協議会の会議って小難しくて大したことなく、ただただ議論して内容を決めてるんでしょ？そんなことないよ。自治協議会では活発な会議を目指していて、いろんな人に発言を求めたりと工夫してるんだよ。へえ。ここで会議の様子を見てみよう。これが自治協議会第二部会の様子だ。あ、女性が多いね。なんかね。会議は部会長司会で進んでいくよ。今回は事業の改善と支え合いの標語募集と予算などについて話し合いをしていたよ。笑顔が絶えずフランクな感じで進んでるね。確かにとても雰囲気がいいね。でも話している内容をよく聞いてごらんよ。高齢者世帯や子育て世代といった地域で困ってる人たちのことを考えて真剣に話し合っているよね。確かに自分の身の前で起きている問題についてどう解決したいとかすぐ意見出てくる。あ、ねえ、部屋の後ろに座ってる人たちは誰？西区役所の課長や職員の皆さんだよ。委員の意見や質問に対して区役所の方は答えたり、一緒に意見を交わしたりしているんだね。こうして会議の様子を見てみると、本当に行政の活動に地域住民の意見が反映されてるってことが実感できるね。それに今回はしてないけど、付箋を使って意見交換をしたりすることもあって、工夫して会議を進めてるんだよ。どうだったかな？話し合いがすっごい活発だった。もうこんなに一生懸命取り組んでる人がいるのはすごくありがたいけど。まあでも俺らにはさ、関係ないしな。そんなことないよ。だって委員には大学生がいるし、西区アートフェスティバルも多くの若者が参加しているよ。この写真は新潟大学の吹奏楽部だよ。さっきカレンダーの話をしたが、
実は俺だって大学生によってデザインされたんだよ。へえ、そうなんだ。もちろん学生以外の委員もやる気を持って自治協議会の活動に取り組んでいるよ。自治協議会のやる気ある活動は少なからず君たちの生活を豊かにしてるんじゃないかな。知らなかった。でもさ、やっぱり怪しいよ。みんなやる気あんのかな。ちょっと何言い出すの。そんなに地域のことに興味ある人いないって。やめなって。テレビの取材だから取り繕ってんだよ。やめよ。なるほどね。そんなに信用ならないかい。全く信用できません。この VTR を見てもそんなことが言えるかな。西区自治協議会会長の下川照夫さん、防犯、防災、自然環境、住環境などを担当する第一部会にも所属しているんだ。地域課題は地域でできるだけ解決しなさいと。で、ただし皆さんだけの力でできないですから、役所と連携を取りながら問題解決をしていきましょうということで、地域課題を取り上げて、いろいろと討議している自治協議会になっております、はい、ですから問題解決を目指しております。多くの人に発言してもらうということを一番の私は大切な進行としての役割をしています、グループワークに去年ちょっと変えてみたんです。そしてその中でやっぱりグループワークしますと、こう 5,6 人のテーブルになりますので、やっぱりものすごい活発な意見が出るようになりまして、地域の支え合いの輪を作ろうというようなテーマでも話したんですけど、それがどんどん進んで、で、今度は、こういうことをしよう、愛称ポスターを作ろうとかですね、そういうものに発展的につながっていったので、これは良かったなと。私が一番望んでいるのは、その勉強してもらうことは非常に大事なんですけども、その後なんですよ。どなたかが行って入り込んで、じゃあ実際にはどんなことやってんだろうということを体験してもらいたいな。で、そのことによってもっと自治協とか自治会とか、コミュ協とかまちづくりとかっていうのを理解してもらえる、深まっていくんではないかなっていうのを非常に期待したいと思います。縁あって新潟の大学に来て、私はお願いしたいのは、新潟を4年間のうちに、あなたは新潟市でないか県外だかわからないけども、味わっていただきたいと。新潟を味わっていただきたい。その味わっていただきたいという意味は何かというと、新潟の県民性というか人情の厚さ、これを一つ、じっくりと周りの自治会とかいろんなところと触れ合いながら味わってもらいたい。ぜひですね、新潟を、また西区を愛していただきたいなと。これが最後のメッセージでございます。保健、福祉、文化、教育など俺たちの暮らしに欠かせない分野を担当する第二部会で部会長を務める寺瀬千恵さんだ。この地域どこでもそうですけれども、今高齢者のが多くなったり、高齢者の一人暮らしが多くなったり、あるいは高齢者でなくても一人で暮らしていたりというような状況があって、なんとかみんなで助け合えるような場面が欲しいよねって、そう思っているのになかなか手を出せないっていうようなところがあるので、標語を募集するっていうことによって、助け合いが必要だよ、支え合うことが必要なんだよっていうことを考えてもらう、そんなきっかけ作りになるといいよねっていうような話になりました。特にこうしようと思っていることはないんですね。で、みんなが活発に意見を言ってくださいます。それはきっと子育てとか直接こう自分たちに関わりのある部分だったり、それからやっぱり民生の方がいらしたり、地域で困ってる人たちがいるよねっていうのをみんなこう肌で感じている。で、今元気でももしかしたら誰かの手を借りなければならない時が来るかもしれない。何もそれが年を取ったからっていうことじゃなくて、怪我をして SOS を発したいとかね、いろんな場面があるんだなっていうことを皆さんこう委員の方たちは実感しているんじゃないかと思います。そんなので、その自分の実感していることをそのまま言葉にする、
でそうすると、あ、私もこう思うよって一人が話をすると、もう一人の人が、あ、私はこんな感じのことを考えてるわっていうような感じで、こう視界をこうつながなくてもきれいにこうつながっていってくれるっていうか、意見を出してもらえるっていうような雰囲気がもう最初からありました。私こうして新大の学生さんが地域のことを学んでいるってことを知ってとっても嬉しく思いました。で近くに例えば餅つき大会だったり盆踊り大会だったりっていう事業をいろんなところでやっています。今年はちょっとコロナ禍で自粛っていうことで やれないことが多かったり、やってないところが多いかもしれませんけど、毎年どこでもいろんなところでやっているので、その情報をキャッチしてぜひ近くのところに参加してみて、その地域の皆さんたちの雰囲気を味わってもらいたいと思います。そうするともっと楽しく西区で過ごせることになるだろうし、西区が好きになるんじゃないかなと思います。ぜひいろんなところの事業に参加して西区を好きになってください。お願いします。地域の子育ての居場所として立ち上げられ、子育てを応援しサポートする民間団体である運まんまから参加し、第二部会では副部会長を務める五十嵐佳代子さんだ。私はこの自治教員になって2期目の4年になります。4年目に入りました。で私は子育て支援という立場でここに参加させてもらっているので、やはり現場の声をこの自治教養の会議の中に、特に2部会の中に反映できることが一番のやりがいだなというふうに感じてます。子育て中のお母さんたちがどんどん孤独になっているっていう今の現状から、やはりね、地域の中で昔の子どもたちは地域の中で育てたと思うんですけれども、今の子どもたち、子育てをしている若い世代のお母さんたちというのは、特に西区は遅延欠縁がない中で子育てをしている子がとても方が多いんですね。支え合いは高齢者だけじゃないし、この固まった地域だけのことではなくって、子育て中のお母さんたちにもぜひ、ね、優しい言葉をかけていただいて、お母さんたちを見守ってほしいなと思います。子育て中のお母さんっていうのは、自分の方から地域の方に声をかけるの苦手なんですね。怖いんですよ、若い人たちって。ぜひ地域の方にはね、お子さんを持っている、お母さんにお名前を聞いたりとか、年齢を聞いたりとか、そんなことから始めてくださって構わないので、ぜひ声をねかけていただきたいなというふうに思ってます。西区の良さをたくさん発見して、西区にまずはとどまり、ここを西区を育てていく皆さんの力が必要かなというふうに思っているので、若者たちにはぜひ西区で生活して子育てをして、西区を育てていってほしいなっていうのがメッセージです。西区支え合いの仕組みづくり推進委員として第二部会に参加している委員、加野真理子さんだ。平成30年に西区でたくさん雪が降って、大雪でとっても各地で被害がありました。自治協の中でこの大雪時地域での支え合いの輪を広げるために、大雪じゃない時でも支え合いができる地域になるために、じゃあ具体的にどんなことができるかということで、自治協のメンバーで、いろんな話し合いをグループワーク方式で、行いました。自治協のメンバーの方一人一人がすごいいろんなアイデアを持っていたりとか、あとは自分のその所属、それぞれの所属でこう把握しているような解決方法だったりとか、すごくこう皆さん一生懸命に地域に関わっているっていうところが本当に私この会のメンバーになれてよかったなと思いますし、こういうふうに話し合いをする中で西区にとってより良い方向になるように、また自治協が活動できるっていうところが感じられて、とっても良かったなというふうに思います。支え合いというのはまずは地域に関心を持ったことかなというふうに思います。あそこに子育て中のお母さんがいるなとか、あそこの小さい時遊んでくれたあそこのおばあちゃん、なんか最近足が
痛くてゴミ出しするの大変そうだなとか、そういったいろんな方に目を向けることがまず第一かなというふうに思います。なかなかこう地域に一歩こう踏み込むっていうのは難しいことかなというふうに思うんですけれども、例えば祭りに参加した時にこう実行委員会やってる方々にちょっとお話聞いてみるとか、できる範囲で関心を持って関わってもらえればいいなというふうに思います。でそのための相談にも私たち乗りたいなというふうに思いますので、ぜひ皆さん知って動いてもらえればなというふうに思ってます。こんなに地域のために熱い人たちがいたなんて、俺感動したよ、感動した。俺の偏見が本当になくなったよ。しかも同じ自治協議会のメンバーなのに、それぞれの立場で課題ややりがいも違ってることに驚いた。でもそうやっていろんな立場や考え方の人が集まることで、地域を良くするためのいいアイデアが生まれるのかもね。そうだね。でも若者に対する思いって皆さんに近いものがあったよね。西区を知って好きになって地域活動に携わってほしいってさ、もしかすると学生の立場から何か提案できることがあるかもしれないね。うん、地域のために一生懸命になるって大事だよね。こんなに一生懸命になってる人たちがいることをみんなにも知ってもらいたい。みんなに知ってもらうためにも、まずは自分たちから行動するのも大切だよね。興味を持ってくれて俺は嬉しいよ。俺自治協議会入ろうかな。2年ごとに募集される公募委員に申し込めば自治協議会委員になれるらしいよ。いい、よし決めた、委員になるぞ。あ、ずるい、私もなります。ここまで食いつくとは。まあまあ落ち着け。まずは会議の傍聴に行ってみたり、実際の身近な地域活動に参加することから始めてみたらどうだ。その手があったか。よし、早速参加だ、ニックマスターになるぞ。この調子で課題も頑張るぞ。みんな、新潟市西区自治協議会のことは分かってくれたかな。みんなも自分の住んでいる地域の活動に目を向けてみよう。スイカの親分との約束だぞ。西区、フォーエバー。